小徳学園中学高等学校は、東京都武蔵野市境南町2丁目にある中高一貫校。学校法人、小徳学園が運営する。個性、国際性、創造性を3つの教育方針としている。2014年度より、学年表記が変更され、1から6の投資番号ではなく、中学1.23年。 高校1.23年表記に変わり、クラスも以前のローマ字数字表記から、採用数字による表記に改められている。同時に、これまでの2学期制を改め、3学期制を採用している。高校、第2学年より、文系、理系、文系進学、理系進学に分けてのクラス編成が行われる。英語、数学は、ホームルームのクラスでは行わずに、 レベル別のクラスに分かれて、学年内のクラス混合で行われる。水曜日の1時間目は、すべてのクラスにおいて、ロングホームルームが設定されている。また、週によって、朝礼が行われることがある。2018年4月現在、校舎は1号館から13号館まで割り振られている。最新の13号館は、小徳学園創立90周年を記念して、 作られた。地下1階に簡単な体育活動や集会ができる90周年、記念ホール1階にアクティブラーニングができる、ラーニングコモンズ2階にスタジオ3階に有限案などがある。キャンプや国際研修旅行がある。クラブ活動は中高共通になっている。中学生は入部が必須だが、高校生は2にである。中学入学後に、 合同で部活説明会がある。夏休みに複数の部活合同での合宿であるエンタープライズキャンプが行われる。パソコン不希望者で資格審査に通った場合は4年の9月から1年間英語圏の国へ留学することができる。これは学校の留学制度であるため休学する必要はなく日本で授業に出席したものとみなされる。生徒主体の団体 国際交流ボランティアがあり、聖徳学園と世界をつなぐを目標に活動している。具体的には、海外の学生との交流、アフリカルワンダの幼稚園への支援活動や、ディスカッションイベントの運営などを行っている。制服は、ネクタイリボンの色以外中高共通である。男子の制服は、ワイシャツは、白と、青、ズボンは、 コンと白い生地に黒っぽい網目の線が入ったもの。または、グレーのチェック柄のズボンも着用か冬服として、紺色のブレザーがある。女子の制服は、白のブラウスと紺と白い生地に黒っぽい網目の線が入ったスカート。また、紺色のベストがある。靴下の指定はない。冬服として、紺色のブレザーがある。 ネクタイリボン着用で白のワイシャツ、紺のズボンスカートで、冬服の時は、ブレザーも着用。女子は、ベストも着用。2007年1月より、スクールカウンセラーが学校内の生徒相談室で、保護者、生徒からの相談に応じている。観光誌、心の休憩室が定期的に発行されており、生徒に配布されるほか年度内に発行されたものは、 学校 HP で公開されている。2018年度からは、心の休憩室の紙での配布がなくなり、学内 SNS での配信に変更された。ありがとうございます。